早い段階で先制しました。いやリードしたってことも大きいですけども、うん、やはりそれ以上に時間帯がいいですよ ね。ゲーム立ち上がりから自分たちのサッカーがしやすくなるということですよね、はい、主導権を握る意味では大きなゴールになりましたよね。サディーレク、久保、つながります。ボールのここのパス、シュート、ゴールに収めました。まさにポジショニング選手が光ったゴールですよね。しっかりと次のプレーを予測しているので反応ができるんですよね。そうですね。もう2点目のゴールです。